タミル語映画は、インドの映画のうち、タミル語で制作された映画で、タミル・ナード州チェン内に拠点を置く、映画産業を指す。映画産業の中心地コダン・バッカムにちなんだ、コリウッドの通称で知られている。1918年に、ランガスワー・ミナ・タラージャ・ムダリアールが制作した、ケーチャカ・バダムが、最初のタミル語サイレント映画であり、1931年には、 最初のタミル語トーキー映画、コリドスが公開された。タミル語映画は他の言語映画産業に多大な影響を与え、産業拠点のマドラスはヒンディー語映画、南インド映画、スリランカ映画の第二拠点としての地位を確立した。二十世紀後半に入るとタミル語映画はスリランカ、マレーシア、シンガポール、日本、中東、アフリカ、オセアニア、ヨーロッパ、北。 アメリカに輸出され、国際的にも関心を集める映画産業へと発展した。また、スリランカ及びマレーシア、シンガポール、西半球諸国のタミル人ディアスポラの映画制作にも影響を与えている。1897年、エム・エドワーズはマドラスのビクトリア公会堂で初めてサイレント短編映画を上映した。 映画上映の商業的価値が認知された後、ヨーロッパ人実業家、ワーウィック・メジャーがマドラスにインド発となる劇場エレクトリックシアターを建設し、同地にはこの他にリリシックシアターも建設された。1905年に南インド鉄道社員サミカンヌ・ヴィンセントは短編映画を上映する巡業工業士となり、後に、 デューポンから映写機とサイレント映画のフィルムを購入し、映画工業士として事業を展開した。彼はパウスと提携し、これは映画制作が週を超えて行う制作スタイルの方がとなった。1909年、ウェールズジョージがインドを訪問した際に、マドラスで大規模な展覧会が開催され、音声を伴う短編映画の上映が行われた。 展覧会終了後、インド人邪神カラグパティベンカイアーナイドは、A 社機を買い取り、マドラス高等裁判所の近くに、テント劇場を建設した。彼は、ビクトリア公会堂で、パールフィッシュと、ラジャー、スキャスケットを上映し、上映会の成功を受けて、エスプラネードに、テント劇場を建設した。このテント劇場は、後の映画館の先駆け的な存在となった。ラグパティは、 ビルマスリランカを巡業して資金を集めた後、ゲーティトーキーズを建設し、この劇場はインド人が初めて建設した映画劇場となった。サミカンヌ・ヴィンセントはインドにおいて映画館の概念を確立した人物であり、彼の誕生日は映画館の日という祝日に指定されている。 ダンガスワーミナタラージャ・ムダリアールは最初のタミル語映画を制作した人物であり、タミル語映画の父と呼ばれている。この時期に上映された短編映画の大半はアメリカ合衆国やイギリスの作品だった。1909年にイギリス人の T.H. ハフトンがマドラスにパニシュラーフィルムサービスを設立し、現地人向けの短編映画上映を行ったが、 まもなく長編のドラマ映画が輸入されるようになり、1912年以降はボンベイで制作された長編映画がマドラスでも上映されるようになった。これにより短編映画の時代が終わり、長編ドラマ映画は人気のあるエンターテインメントとして地位を確立し、マドラスには多くの映画制作会社が設立された。 この新しいエンターテインメントに魅了された人物の一人に、自動車販売業を営むランガスワーミナタラージャ、ムダリアールがいた。彼は映画業界へ進むことを決め、プネーで数日間、スチュアート・スミスから技術を学び、1916年に映画制作を開始した。南インド映画の基礎を築いたのは A ・ナラヤーナンだった。彼は映画配給に携わった後、 映画制作会社ジェネラル・ピクチャーズ・カンパニーを設立し、1929年に、ザ・フェイス・フル・ワイフ・ダーマ・パソニーを制作したのを皮切りに、合計24本の長編映画を制作している。同社は、映画学校としても機能し、シンガポールやコロンボ、ラングーンに死者を置き、タミル・コサイレント映画を最も多く制作した、映画制作会社でもあった。 1932年にピープラカーサが制作したザ・ウェイズ・オブ・ビシュヌー、ビシュヌー・リーラが最後のタミル5サイレント映画となった。トーキー映画が登場した頃、映画制作者はトーキー映画制作のためにボンベイやカルカッタに行く必要があった。初期のトーキー映画は有名な舞台劇を題材とした作品が多く、マドラスの観客の間ではカンパニードラマが人気を博した。 同地では1934年までにすべての映画館で陶器ーー映画が上映できるように改装がなされた。ナラヤーナンもサイレント映画から陶器ーー映画に活動の重点を移して映画制作会社スリニバサシネトーンを設立し、1934年にマドラス発の陶器ーー映画スリニバサーコリナムを制作した。1935年には36本の 陶器映画がマドラスで制作されている。タミル語映画の年間制作本数は1985年にピークを迎えた。同映画産業の経済規模はタミル・ナード州全体の国内総生産の0.1%を占めている。劇場所有者は毎週火曜日に娯楽税の申告書を提出する義務がある。2006年7月22日、タミル・ナード州政府は 映画のタイトルをタミル語で付けた作品について、娯楽税を免除することを発表した。これは、英語でタイトルを付ける作品が増え、タミル語のタイトルを避ける傾向が多くなったことへのタミル語進行制作である。州政府の発表後に最初に公開された映画は、アナキム・イナキムであり、オリジナルのタイトルは、英語とタミル語を使用したサムシング・サムシング・アナキム・イナキムだった。 2011年7月には新たな免税規定が設けられ、中央映画認証委員会から有認証を受けた作品は、娯楽税が免除されることになった。チェン内の映画スタジオは、映画映写法、同解制法、著作権法による規制を受けている。タミル・ナード州では、映画館の入場券は、同州政府によって管理されており、シングルスクリーンでは、最大50ルピー。 サンスクリーン以上の劇場では最大120ルピーと定められている。また1939年に娯楽税法が制定されており、2017年に新たに制定された商品サービス税と娯楽税の二重課税に反対し、同年7月3日にタミル・ナード州劇場所有者協会は州内の全劇場を無期限に閉鎖した。同月七日にストライキは停止され、 劇場は再開されている。最初のタミルゴトーキー映画、コリドス1918年に、南インドで最初のサイレント映画、ケーチャカ・バダムが制作され、1931年に初のタミルゴトーキー映画、コリドスが制作された。1932年には、タミル語初のフルレングス映画、キャラバが制作され、1935年にアメリカ人、 タミル語映画監督エリス・アール・ダンガンがバクタ・ナンド・ノルを制作した。1937年に公開されたバラヨギニーは南インドで最初の自動映画とされている。成功を収めたタミル語映画は様々な言語映画でリメイクされ、マノラマ・イヤーブック2000によると20世紀中に5000本以上のタミル語映画が制作されたという。近年制作される。 タミル語映画では英語の比重が増えており、セリフや歌詞の中に英語が含まれることが多くなっている。1991年に k s c d m a d o h a が監督したマーパカムはナショナルフィルムアワード最優秀長編映画賞を受賞した最初のタミル語映画であり、2008年に制作されたカンキーバラムは同賞を受賞した2本目のタミル語映画となった。タミル語映画は ケーララ州、カルナータカ州、アーンドラプラデーシュ州、マハーラーシュトラ州、グジャラート州、ニューデリーで人気を集めており、ケーララ州とカルナータカ州では、タミル語オリジナル版が上映され、テランガーナ州とアーンドラプラデーシュ州では、住民の大半がテルグ語話者のため、テルグ語吹き替え版が上映されている。タミル語映画は、東南アジアで安定した人気を得ている。日本では、 灼熱の決闘から半世紀ほど経た1998年にムトゥ・オドル・マハラジャが上映され160万ドルの工業成績を記録した。2010年に公開されたロボットは北米で400万ドルの工業成績を記録している。マニラトナムのコンネティール・ムーター・ミトル、バサンダー・バランのベイジェール・アミールのパルシー・ビレンなど多くのタミル語映画は 国外の映画祭で特別上映作品として出品されている。また、アカデミー外国語映画賞のインド代表作品に過去8本のタミル語映画が選ばれており、これはヒンディー語映画に次いで2番目の多さである。このほか、マニラトナムのナヤカン、顔役はタイム誌のタイムズ・オールタイム100ムービーズに選ばれている。チェンライのマルチプレックス。 シングルスクリーンの年間入場者数は1100万人。2011年から2016年にかけての平均入場者数はプラスマイナス100万人となっている。インドゼニキで配給された最初のタミル語映画は1948年に公開された灼熱の決闘だった。タミル語映画は国外のタミル人ディアスポラからの人気が高くヒンディー語映画に並ぶ。 海外配給規模を誇っている。海外配給地域はアジア、アフリカ、西ヨーロッパ、北、アメリカ、オセアニアなど広範囲にわたっている。ありがとうございます。